皆様、こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大12月10日、日本テレビ系で幸せ、ボンビーガール2時間スペシャルが放送された。この日、 登場した状況が北海道から東京へスタイリストを目指してやってきた22歳の女性状況がある今年10月に物件を決め北海道から状況する姿を追った彼女が選んだのは東京都中野区の5万3千円の新築アパートしかもスタイリストを目指しているのにもかかわらず 広さは4畳で収納スペースもないワンルームを選んだ。北海道から東京までの引っ越し大節約のため、必要なものはすべて東京で揃えることにし、初日から家具を大量購入。新築にもかかわらず、掃除機、靴を2足しか持っていないのに8段のシューズラックを、 購入してしまうなど、無計格差が露呈することに、さら、その後もドライヤーを使うためだけに往復1時間をかけて出かけたり、さらには部屋が狭いのにもかかわらず、不動産屋の特典で、水道代だけで借りられる、ウォーターサーバーを無料レンタル。わずか4畳しかない部屋は、たちまち物に溢れることになった。 この姿にネットでは4畳の部屋にウォーターサーバーはあまりに無計画すぎすぐ実家の北海道に帰ることになりそう誰か注意してあげないのかなとの声が殺到番組の出演者である森泉も上行女性のあまりの手際の悪さにイライラするとコメントすると同時に 大丈夫かなと心配の声を上げている。この北海道からの状況女性の今後は番組が追っていくことを予告しており。ネットでは、ここまで常識外れの子をカメラで追っていくのはあまりに趣味が悪い。スタッフも注意してあげればいいのに、この子に関しては番組が用意したやらせであってほしい。との声が、 相次いでいた幸せ。ボンビーガールはバラエティ番組であるため、視聴者の目を引くために、あえて世間知らずな女性を番組に登場させて、しまうことがある。来週以降、スタイリストを目指す状況女性の今後は放送される、はずだが、視聴者の反応を見る限り、企画打ち切りの可能性もありそうだが、